そういえば半年ぐらい前こんなこと投稿してたな。というわけでもう一回撮影しますか。というわけでジョーカー同感とメモリ開けていく。これちゃんと届いて撮影まではしてたけど、元動画どっかやっちゃった。箱は小さいですが CSM です。一回撮影してるのでシールは貼ってます。普通にジョーカーの方貼りました。理由としてはシルバーの方は合成でどうにかなるかなって、動画上で見るならということでこっち貼りました。シール貼りはまあ、めちゃくちゃ緊張しました。だってこれ CSM だもん。こんな経験あんまりないと思う。こっちは説明書とシールが入ってます。ちょっと合成で貼り付けてみようか。すごい雑だけどこんな感じ。これはこれで良き。通常のジョーカーと比較。これデラックスだけど向きが違うんだね。端子の色も同色になってます。ドライバーに入れるやつじゃないので、この辺のスイッチは押せなくなっていて代わりに先端にボタンがあります。それじゃあ音声聞いていこう。電池蓋がないのは隠れてるからです。前後で分割できるのでその中にあります。隠し方すごいよね。今回3つモードがあって、通常と長尺とセリフ。とりあえず順番にやっていこう。まずは通常から。ジョーカー。この3つがループ。長押しでモード変更。変身が長尺になります。ジョーカー。次はセリフモード。全16種です。私はいつも増えている。あなたは、私を満たしてくれる人。あんた、半人前だね。まだ半人前の探偵。可愛いけど、役に立たなそう。私を満たしてくれる人じゃ。ない。私、ドーパントなのかな。二つの街が揺れるとき、これが熱くなって、私の体もうずくの。あんたなら調べられる。探偵、私が誰なのか。メモリが熱い。あいつが、来る。仮面、ライダー、その名前、どこかで。メモリが熱い。裏の街が、動く。私はいつも飢えている。あなたが私を満たして、一人じゃきっと、罪を数えられないから。私が、翔太郎の代わりに彼女を絶対に守る。私はあんたの、探偵助手だから。探偵の助手だよ。過去に負けっぱなしじゃいけないんだ。お願い、教えて。ガイアメモリがどうして生まれたのか。ダブルの戦いがどうして始まったのか。その全てを。ヒーリングプリンセス、ネオ。パーソナリティのオットキメでーす。私はいつも増えている。あなたは、私を満たしてくれる人。最後に変身モード。変身前のセリフが来てます。ただでは済まないよ。だって、私は、魔女だから。ジョーカー。そういえば端子のところにボタンあるのでそこで変身もできます。ジョーカー。あとはメモリブレイクかな。ボタンを押したまま端子の方を押して10秒経つと破壊されます。ジョーカー。これいいね。ということで今回は、ジョーカー同感とメモリを開封しました。いつかドライバーの方も来ないかな。オーロラとか他のも欲しいし、ご視聴ありがとうございました。